ここで初めて会った。猫岩。そうやな。行こう行こう。ま、お帰りなさい、道島会長。ああ。それでは斑目組長、例の件ご検討ください。なかなか信用できるお方のようだ。ホテルでの面会を突然キャンセルし、車で面会したいというこちらの希望をあなたは受け入れた。狭い車中、護衛も同席できない密室空間、当然命を狙われる危険性も高い。それでもあなたはこの車に乗り、私と面会した。我々にとってこの会合はそれほどまでに重要だということです。それに私は九州全土を掌握する山笠組の組長がそのようなことをするとは思ってません。郷にいらば郷に従え。福岡においては斑目組長のルールに従うつもりですよ。3万の組員を束ねるあなたが500に満たない兵隊しか持たない私に従うと。はい、それが五分の杯というものだと。なるほど。度胸だけでもなく礼節もわきまえてる。その若さで登場会の近代門を背負うだけのことはありますな。杯の件、前向きに検討させていただきます。後日改めてお返事を。ええ、物騒な世の中です。組長も十分にお気をつけて。今のは山笠組の若頭、八幡組総長の八幡という男です。ご無事で何よりです、会長。先方がホテルでの会合をキャンセルしてきたときはどうなることかと思いました。相手もそんなにバカじゃない。むやみにて出してくるはずもない。それはそうですが、それに本当なら飲めないはずの杯をこっちが無理やり飲ませようとしてるんだ。多少のリスクは覚悟の上だ。我々もホテルに戻りましょう。あまりよその町に長居するのは危険です。会長、堂島会長、どちらに？せっかく福岡まで来たんだ、
少しは一人で息抜きがしたい。安心しろ、すぐに戻る。付き添いは不要だ。おい、乗せてくれないか。この車に乗りたいと言ってるんだが。前の車からお願いします。そういう決まりなんで。いや、どうしてもこの車がいいんだ。確か客の希望があれば理由もなく乗車拒否することはできなかったはずだが。どちらまで？適当でいい。軽く流してくれ。いい街だ。この街に人が集まる理由が分かる気がする。この業界長いんですか？まだ半年です。半年か。それじゃあ福岡をそれほど知ってるってわけじゃなさそうですね。ええ。残念だ。運転手さんに聞けば福岡のいろんな事情がわかると思ったんですが、実は私東京から来たんですが、ちょっと福岡でビジネス上の重要な取引をしようと思ってましたね。まあいい。じゃあこれから話すことは客の独り言だと思って適当に聞き流してください。実は私東京でとある会社を経営してまして、従業員数3万人、国内最大規模の大企業ということになりますかね。ここ数年の景気の悪さから一時倒産の危機もあったんですが、今では堅調な経営ができています。経営が安定した最大の理由は関西にある同業他社と業務提携にあります。うちの会社とその関西の会社は長年ライバル関係にあり、過去には激しく争った歴史もありました。しかし時代は変わり、私たちの業界も商売をする上で大きな変革が求められるようになってしまった。
このままでは時代に取り残されていってしまう。そんな危機感を持った我々は業務提携という形で和解し、共にこの厳しい世の中を渡っていこうとしていたわけです。だが実は今そのライバル会社との間に大きな問題を抱えていました。このままでは両者に食うか食われるかの大抗争に発展しかねない事態に。原因は先方の社長の病気にあります。余命1ヶ月弱、末期の肺がんだそうです。その社長さん、大変理解のある方でしてね、私も強い信頼を持ってました。でも病気となれば代替わりはやむなし、当然次の社長が選ばれることになるわけです。その候補というのはこちらにとって少々厄介な方々で、候補は3人、腕一本でのし上がった副社長に大阪の財界を仕切る専務、そして社長の秘蔵子の取締役。タイプは違えど皆さん社長になる実力を持った方々です。ただその3人に共通して言えるのはこちらの存在をよく思ってない、つまり好戦的な方だということです。そんな方たちが次の社長に就任したら、これまでの協定は破棄、東と西本州全土を巻き込んだ大喧嘩が始まってしまいます。だから私は福岡まで来たんです。関西以外の同業他社の方と手を結ぼうと思いました。いわゆる M&A 九州合併というやつです。万一の事態に備え少しでもうちの会社組織を大きくしておきたい。名古屋や札幌にも私の部下が行ってるんですが、どうでしょう、うまく話がまとまってるといいんですが。ここはまだ降りるとは言ってないはずだが。お代はいりません。これ以上目的地のないドライブにはお付き合いできません。歩いて帰れとでも言うつもりか。いい加減俺も自分の足で歩けるようにならないとダメだってことか。これでも俺なりに精一杯、茨の道を歩いてるつもりなんですよ、四代目。
かけ一丁。参ったばい。今日もガラガラよ。いつになったら景気ばようなるとかね。たまんきよったと思っとったらワンメーターとか。勘弁してほしかよ。はい、かけそばお待ち。コンテの番組よか見るね。ああ、最近多かね。うち娘もよか見とよ。これあれやろ、プリンセスリーグとか言いよ。デビュー前女の子ば集めて競わせと番組でくさ。優勝ばしたらメジャーデビューできるらしかよ。へえ、バッテンあげな年でどうせ枕とかやらされとっちゃろ。アイドルとか言ったっちゃ裏じゃドロドロ汚か世界で性格も歪んでいくっちゃろうね。そうやね。俺が親やったら絶対自分の娘にこげんことさせんばってん。子供を芸能界に入れようなんて親はくさ、自分が叶えられんかった夢ば追いかけさせとうだけで、その子の将来とかそげんこと真剣に考えとらんとよ。どうも。売上です。ああ、鈴木さん、お疲れ様。おう、お疲れさん。中島社長、お疲れ様です。ちょっと話があるっちゃけど、こっちに来てくれんね。今日、列の途中じゃったのにお客さんば乗せていったやろ。天神交通からクレームの来とばい。ああ。うちん会社、特に保管会社から名場つけられとうとかあるげん、チコッと気場つけて、ね。ご迷惑をおかけして申し訳ない。自分の責任です。よかってよかって。俺が今から菓子折りでも買うて、先方に詫び入れてくるけん。そんな。私が行きます。よかよ、これも社長の責任やけんね。いや、私が。そう、それやったらお願いしようかいな。天神交通の場所は分かると、祇園通りの西にあるけん。分かりました。そんじゃ頼んだけんね。済んだら電話ばちょうだい。
いらっしゃいませ。ありがとうございました。お疲れ様です。鈴木です。今天神交通へお詫びしてきました。そうね、そうね、大変やなかった？ええ、まあなんとかなりました。いや助かったばい。本当のこと言うと俺天神交通の社長さん苦手なんよね。そうでしたか。やけん鈴木さんが言ってくれて正直助かったばい。いえ、今回の一件は私の責任ですから当然のことです。鈴木さん相変わらずシリアスやね。粗言律儀に謝らるっと参るばい。ま、過ぎたことはしょうがないけん粗言落ち込まんどいて。本当に申し訳ありませんでした。それじゃ。ちょ待った。今日給料日やろ。これからどげんね。ちょっと寄るところがあるんです。その後でよければ。ああ、仕送りんことね。いつも給料入ったらすぐに振り込んどったね。ええ、まあ。そういや、今まで聞いたことなかったばってん、地元に家族でも残してきとうと？いや、家族っていうわけでもないんですが、いろいろありまして。ま、あんま立ち入ったことは聞かんようにしとこ。俺は鈴木さんがもっと稼いでもっと幸せになってくれればそれでよかげん。お気遣いありがとうございます。だけんくさ、そげん行々しい口に聞き方せんでよ。まあよかて、とりあえず給料日くらいはパーッと飲もうやんね。じゃあ俺は先に行っとけ。大瀬橋の上で落ち合いましょう。わかりました。
鈴木さん、待っとったばい。社長、お待たせしました。振り込みは無事済んだと。ええ。そうね。でもよかねえ、鈴木さんは。俺とか、今年で守るべき人間もおらんけ、金の使い道がなくて困るばい。社長、今も独身なんですか。いや、似たようなもんちゅうこったい。やけんくさ、今日は俺がパーッとおごっちゃうけん、思いっきり遊ぼうやないね。そうと決まったら俺についてきて、鈴木さんにこん町ば堪能させちゃうけん。はい、お願いします。ん、あれ、おお姉ちゃん、こげん時間に一人で歩いとったら危なかばい。そうそう、危なか危なか、やけん俺たちが守っちゃうばい。そげんといらんよ。そこ通して。ダメダメ、こげん可愛か女の子にもしもんことがあったら心配やけん。だけん守ってあげちゃうよ。もちろんお礼はしっかりしてもらうばって。本当に大丈夫やけん。おい、貴さんだ。ああ、おっさん、今俺たちマジで忙しいっちゃけど、なんか用あっとや。貴さんだ、寄ってたかって生しよっとか。恥ずかしくなかったや。説教やったら電柱にでも向かってしとけ、おっさん。どっか行かんや。うわ、この…そこまでだ。あ、なんや、貴さんもこいつの仲間ね。とりあえず財布は置いてってくれりゃ許しちゃうけん、金ば出してさっさと消えんねえ、おっさん。その2、ナンパはお前らの勝手だ、好きにしろ。だが、うちの社長に手あげたことは落とし前つけてもらうぜ。おっさんが何倍生きがどうとや。おい、ぶっ殺してやろうぜ。山笠組の人間やなさそうやし、ひょっとして別の組織の。余計な詮索はするもんじゃない。まだ痛い目に遭いてんだ。よかよか、鈴木さんもそれぐらいにしちゃり。あんたらもう行ってよかよ。すいませんでした。ありがとうございます、助かりました。いやいや、ほらもう帰りにしゃ。あんま遅くなると家の人が心配するばい。はい、あの、そちらの方もありがとうございました。気にすんな。はい、それじゃあ。しかし強かね、鈴木さん。ただもんやなかとは思うとったばって、腕っぷしまで強いとは恐れ入ったばい。たまたまです。ふん、まあよかったい。次の店に行こうか。どうも、ももです。
なんねえ、そげん可愛くなかやん。ナンバーワンって言ったやろもん。つれんこと言わんでよ。こげんでもうち結構締めあるっちゃけんね。どうも、まゆみです。さすがナンバーワン、すごかね。そんなことないですよ、私も年なんで。ナンバー言いよっとね。鈴木さん、よかおなごやんね。ええ、まあ。登場会がどげなもんちゅうとよ。ああ、気分悪かばい。おら、新しかボトルば持ってこんか。なんや、せからしか客やね。誰ね、あれ。ああ、うち店のケツ持ち。ケツ持ちって本職の連中？うん、やけど本職って言っても山笠組系列の下っ端やけど。なしてそげん連中が飲みに来ておったね。ケツの血やったら自分の島で飲んだりせんちゃなかと。今日は特別らしかとよ。なんか今東京の確か道場会とかいう組織の人たちが流すに来とってね。その人たちが店に来られんよ、上に命令されて張り付いとるんやって。はあ、ようわからんばって危ない状態らしかね。なあ、もう給料日に来んでもよかろうもん。なあ、鈴木さん。まあ。やけん困っとうとよ。給料日にあげんことされたら売り上げ落ちるしさ。それにあげん酔っ払って、ほんとよか迷惑ばい。なして俺らが見張りなんかせんといかんとや。同情会のやつらなんか今すぐ福岡から追い出しゃよかだけの話やろが。まあ本家も騒ぎにしたくないちゅうことやろ。なんかご無沙汰好きや。どうせそげんもん買う人って登場会連中が威張り腐りよるだけやろが。本気は何もかっとるんちゅう。まったくばい。それに向こうの会長、堂島大吾とか言うとったか。まだ36らしか。36? 俺より年下やんか。なんかよかとこの坊ちゃんらしか。週刊実話に書いとった。やったら俺らそげんボンボンの傘下に入れられるかもしれんちゅうわけや。ああくそ、んなことやっとらんぜ。こらかい、聞き聞かんな。おい、ボトルまだや。早く新しくやつは持っておんか。はい、ただいま。お客様、お待たせいたしました。遅いって言ってさ。失礼いたしました。お客さん。頭んきた。俺が追い出しちゃ。社長。よかってよかって、俺に任せとって。おい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 、こらやかましかって。こげん店で飲むときゃ保管客のことも考えよ。こん酔っ払いがなんば俺たちに文句も垂れとったや。下っ端がこうも安易に堅気に手かけるなんて、山笠組ってのも大した教育してねえな。なんてか、貴さん誰やこれ。なるほど、俺が誰だか知らないようだな。知るかボケ。そうか、おかげで気が楽になった。いいぞ、
いつでもかかってこい。なんわけわからんことざけようとや。こっちはただでさえイライラしとっとぜ。こげんなったら思い切りうさばらしばさせてもらうけんな。死にさらせこら。ご迷惑をおかけしました。いえ、こちらこそ申し訳ございません。本当はこんなこと言っちゃいけないんですが、山笠組の人たちもお灸が据えられてよかったと思います。多分もう二度と店で飲もうとは思わないでしょう。そうですか。ん？ あれ？あの連中は？何言ってんですか。中島社長が倒したんじゃないですか。え？こんなこと？それじゃあこれで。いやー、よか店やったばい。俺今度からまゆみちゃんば指名しよっかな。それじゃあ明日も仕事頼んだけんね。お疲れー。お疲れ様です。これでも俺なりに精一杯、茨の道を歩いてるつもりなんですよ。四代目。ただいま。もうお湯沸かしっぱなしだよ。ただいま。ああ、おかえり。あ、おはよう。すぐできるから待ってて。あ、そうそう、
制服のワイシャツ洗って干しておいたから、今日は新しいやつ着てってね。そういうことはやらなくていいっていつも言ってんだろ。私がやりたくてやってるんだし、いいじゃない。身の回りのことは自分でする、勝手なことはしないでくれ。もう相変わらず釣れない人ね。だいたい何日連続で来てるんだ。たまには自分の家に帰ったらどうだ。いいじゃない別に。そういえば昨日社長さん相当飲んでたね。まあな、中島さんもあの年で独り身だしな、寂しいんだろう。え、そうなの？てっきり結婚してるもんだと思ってた。なんでだ？だって左手の薬指にさ、溝あるじゃない？溝？うん、あの溝って10年20年も指輪をつけた後だと思うんだよね。そうなのか。鈴木さんってそういうとこ鈍いよね。今日も帰りは遅くなるの？ああ、遅番だからな。お前も今日くらいは家に帰れ。今夜は来るなよ。どうしようかな。鈴木さんだって、あたしが来た方が嬉しいでしょ？何を言ってるんだ。あ、ネクタイ曲がってる。はい、これでよし。どうしたの？いや、それじゃあ行ってくる。行ってらっしゃい。鈴木太一さんですね。少々お聞きしたいことがありまして、お時間いただけないでしょうか。悪いが忙しいんだ。でももう仕事は終わったんですよね。見ればわかるだろう。運転だけが仕事じゃない、いろいろやることがあるんだ。本当に少しだけでいいんです。お時間いただけませんか。桐生一馬さん。ここじゃお互い都合が悪いでしょう。場所を変えませんか。何のようだ。すでにお分かりのことと思いますが、自分たちは東条会の大門担がせてもらってる人間です。今回堂島会長の福岡訪問にあたり、本家本部長兼会長秘書の直系青山組組長青山から会長の護衛役を仰せつかりました。私、森永と申します。
横にいるのは私の弟分の愛蔵です。長い挨拶はいい。それで俺に聞きたいことってのは。堂島会長の行方です。行方？ええ、実は昨晩会長は山笠組の斑目組長と杯交渉のため長洲街で面会しました。交渉自体は問題なく終えられたのですが、その後の会長の足取りがわからないんです。堂島会長が面会終了後単独で行動してタクシーに乗り込んだところまでは分かっています。その後車で追いかけたのですが、福岡の交通事情に疎い私たちは不覚にも会長が乗ったタクシーを見失ってしまいました。会長を乗せたタクシーのナンバーの情報を陸運局に紹介した結果、車は長洲タクシーという会社のものであること、その後運転手が鈴木太一という人間だということまではたどり着きました。だが会長が鈴木太一という人間と知り合いだったという情報はない。それで私たちは謎の運転手鈴木太一さんに会うためここであなたの帰りを待ち続けたというわけです。なぜ会長が待機列の中ほどにいたタクシーにわざわざ乗るような行動を取ったのか、その理由が全く分かりませんでした。ついさっきまでね。まさかその運転手が東上界の4代目桐生一馬さんだったとは、正直今も驚いています。人違いだ。桐生さん、堂島会長の行方何かご存知ではないですか？俺は客を乗せ高速を走り、再び長洲街の近くで降ろした。それ以外のことは何も知らない。本当なんですね。ああ。話はそれだけか。じゃあ俺は会社に戻る。それでいいんですか、桐生さん。本当にあなたは堂島会長を見捨てたまま平気でいられるんですか？見捨てる？そうです。東上会は今大きな選択を迫られています。福岡に来たのもそのためです。その大事な場面で会長が消えるなんてただごとじゃない。事故か、あるいは最悪な場合。そんな状況だというのに、なんでそんなに冷静でいられるんですか？そんなに簡単に会長のこと見捨てられるんですか？愛蔵、自分はまだ東条の大門担いでから日も浅いです。正直四代目がどういう人だったのかも分かりません。でも会長はいつも言ってました。俺は四代目の作った東条会を守りきるって。愛蔵、今回の山笠組との一件も本当は他の幹部から反対されていたんです。山笠組と東条会は格が違う。五分の杯なんかありえないと。でも会長は四代目との約束を守るため泥水を飲む覚悟をされたんです。教えてください、四代目、あの夜会長はどこに行こうとしていたのか。いや、俺は本当に知らないんだ。あんたそれでも男かよ。堂島会長は友達じゃねえのかよ。愛想、どういう事情があるんだか知らねえが、どうしてそこまでしら切り通すんだよ。愛想、その手を離せ。離せと言ってるだろ。わかりました。あなたは桐生一馬さんではなく鈴木太一さんだと。
そういうことですね。そうだ。兄貴。わかりました。だったら話は簡単です。今からあなたには痛い目に遭ってもらいます。なんだと？あなたが東城会の4代目だというなら、どんな事情があれ我々が手出しすることなどできません。ですが、あくまで1階のタクシードライバーだと言い張るのなら話は別。力ずくで本当のことを教えてもらうまで。仇に手を出すってのか？間違いは承知の上、しかし今一刻を争うとき、綺麗事を言ってられる状況じゃありません。我々はヤクザなんです。いざとなれば暴力を使うということはご存知のはずだ。いいだろう。そういうことなら相手するしかねえようだな。覚悟してください。行きます。まだまだ余裕ですよ。4代目、俺が知っていることは全て話した。それだけは本当だ。この後どうするかはお前たちの仕事だ。本当に出ていくんだね。ああ。どうして？私はおじさんと一緒にいる方を選んだのに。お前も来年は高校生。次の年には太一や浩二も中学を卒業する。もう大人の世話になる年でもないだろう。それにお前のために出ていくわけじゃない。俺もガキの世話に飽きていたところなんだ。嘘。そんなの嘘よ。嘘じゃない。俺は俺のためにここを出るんだ。お前の芸能界入りは関係ない。
それだけじゃないことは分かってる。いくらおじさんが嘘ついたって分かってるんだから。お金なんでしょ。パク社長がおじさんがここからいなくなることを条件に援助するって言ってきたんでしょ。ごめん、おじさんが気を使って嘘ついてくれてたのは分かってる。でも私には嘘ついてほしくなかったから。大地がな、高校に行かないで働くと言うんだ。え？大地だけじゃない、彩子も浩二も。最近じゃ四郎までがそんなことを言い出してる。あいつらは自分が犠牲になってでもこの朝顔を守って、お前が成功して戻ってくる日を待つと言っている。私の帰りを？ああ、お前はあいつらの希望の星なんだ。お前が歌手として成功し、またこの場所に戻ってくることがあいつらの望んでいる幸せだ。みんな。だがあいつらは犠牲を払うには幼すぎる。金がないという理由だけで自分の可能性を潰すような生き方を選ばせるわけにはいかない。でもきっとみんなはそれでもおじさんと暮らしたいんだよ。私もそうだから。ありがとうな。でもここが潮時だ。俺らにだっていつの日か離れ離れになる日が来るんだからな。だから俺はここを去る。お前や朝顔のみんなのことを愛しているから。おじさん。おかえり。また来てたのか。うん、今日は夕方までのシフトだったからね。お前も自分の生活があるだろう。俺のことはほっといてくれていいんだぞ。またその話？ねえ、私が来るのって迷惑？いや、そうじゃない。いろいろと世話をしてもらって
助かってるさ。じゃあなんでそんなこと言うの？まさか他に好きな人ができたとか。いや待て、そんなわけないだろう。だっておかしいじゃない、急にそんなこと言うなんて。別におかしくはないさ。むしろ恋人同士でもないのに半同棲みたいにしている今の方が不思議だろう。だったら恋人同士になればいいんじゃない？私はいつでもいいけど。すまない、今はまだ今はまだってことは期待して待ってていいのね。なあ真由美。何？お前家族はいないのか？急に何の話？いや、そういえばそういう話今までしなかったからな。両親とももういないわ。もうずっと前のことよ。そうか、すまなかったな。うん、気にしないで。さあこの話はこれぐらいにしてご飯にしようか。ああ。おい真由美、勝手に出るな。俺が出るから。どうした？助けてもらえませんか？キル…いや、鈴木さん。お前ら、どうしてここに？事情は後で説明します。それより兄貴、森永の兄貴の治療をさせてもらえませんか？すいません、鈴木さんには迷惑かけるなってこいつに言ったんですが。兄貴、しっかりしてください。兄貴、申し訳ありませんでした。病院にも行くわけにいかず、他に頼れる人間もいなかったので鈴木さんの家に。どうして俺の家が分かった？実は会長を乗せた車の運転手が鈴木太一って名前だと分かった後、本家経由で福岡市内の不動産関連情報を流してもらっていたんです。鈴木太一という名義で賃貸契約をしていたのはあのアパート一軒でしたので、すぐに分かりました。そうだったのか。じゃあどうして今まで家に来なかったんだ？森永の兄貴の配慮です。自分たちも東条会の大門を背負っている以上筋は通すべきだと。だから会社で俺の帰りを待っていたということか？はい。森永の兄貴は何よりも極道としての筋を通す方なので。それで何があったんだ？あの傷からしてただの喧嘩ってわけでもなさそうだが。山笠組の跳ね返りにいきなり襲われたんです。山笠組に？堂島会長と山笠組の斑目組長の会合以来、町じゃ山笠組の連中が東条会を襲う事件が頻発してまして、もう10人近い組員がその餌食に。どうしてそんなことが？杯の話は問題なく進んでいると言っていたじゃないか。それはあくまで上の話。山笠組の下っ端連中は東条会が福岡に来たこと自体よく思ってないようです。そうか。でもどうして俺の家に？東条会の連中に助けを求めればいいだろう。そんなことはできません。どうしてだ？俺らは会長の護衛役です。
会長が行方不明になった今、その責任は全部森永の兄貴です。仮に会長が見つかったとしてもけじめは取らされるでしょう。ましてやそんな状況で不意打ちとはいえ山笠組の連中に襲われたなんてことがバレたら、森永の兄貴はどんな目に遭うか。起きしまったことは仕方がないだろう。仕方ないなんて理屈、青山組長には絶対に通用しません。心象筆圧徹底した方ですから。極道組織は会社じゃない。管理徹底よりも大事なもんがあるはずだろう。おっしゃることはわかります。でも青山組長のその厳しさがあるからこそ、今東上会は一枚岩と慣れているのも事実です。裏切りや命令違反を犯した組員に対して青山組長は容赦しません。実際三代目時代からの名跡であっても、不祥事があれば排斥となってます。その代わり忠誠を誓い結果を残した組は次々と直系昇格させています。ドライなやり方だと思われるかもしれませんが、その分かりやすさが若返りした組員たちの士気を高めているんです。若返りか。確かに俺もあの頃の仲間たちも皆時代遅れの人間になっちまったのかもしれないな。帰りなさい。ああ、真由美。ん？悪いんだが今日は家に戻ってもらえるか。でもこいつら俺の昔の友人の知り合いなんだ。ちょっと男同士積もる話もあるんでな。頼む。状況は分かった。だが俺は本当に大吾の居場所を知らないんだ。四代目だってことをやっと認めてくれましたね。もう騙し合いは終わりだ。それより本当に大吾の足取りは分からないのか。ねえ、桐生さんの車を降りた後ホテルに戻った形跡も他のタクシーに乗ったという情報もありません。どこかに隠れているという可能性は。そんなことをする理由がありません。なら可能性は一つか。ええ、拉致されたと考えるのが自然だと思います。犯人は山笠組か。可能性はあります。下の方の連中は杯のことよく思ってないようですからね。でもなんか引っかかりませんか。何かで。だっていくらそう思ってたとしても堂島会長は山笠組本家の客人ですよね。俺ら下っ端の組員とは喧嘩になるようなことはあっても組長の客人を襲うなんてことをするでしょうか。確かにな。
山笠組の下っ端連中にそんな度胸があるとは思えない。じゃあ一体誰が。俺の電話だ。あいつはジャケットから携帯取ってくれ。はい。はい、森永です。はい、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 なんつって。はい、今すぐ戻ります。はい、失礼します。どうしたんすか兄貴。青山組長が会長代行に就任するらしい。会長代行。でもまだ堂島会長がいなくなってから2日しか経ってませんよ。なのにどうして。それだけ本家が山笠組との杯を焦っているということだろう。くそ、納得いかねえ。0時過ぎから説明があるそうだ。今すぐホテルに戻ろう。お世話になりました、四代目。役に立てなくて悪かったな。いえ、四代目が堂島会長を見捨てたわけじゃないということが分かっただけでも十分です。気をつけろよ。はい、それじゃ。あ、そうだ、桐生さんに一つ伝えておいた方が良いことが。なんだ。あの女性、真由美さんでしたっけ。あの女には お気づきでしたか。それじゃ。長洲タクシーの鈴木さんですよね。あんたは。こういうもんです。大阪府警。いや、私極道関係の事件を追ってましてね。昨日から東条会の堂島会長がここ福岡で行方不明になったって話じゃないですか。そうらしいな。あなた、なんか行き先について知ってるんじゃないですか。堂島が行方不明になる直前、あなたのタクシーに乗っていたという目撃証言もあるんですよ。知らないな。大名橋で降ろした人ですよ。
ああ、あの客か。なんてことはない。普通に降ろしただけだ。そこから先のことは俺には関係ない。関係ねえってことはねえだろ。てめえの古巣だろ。よ、桐生さんよ。あんまし警察なめてんじゃねえぞ。な、どういうつもりで福岡まで来たかは知らねえが、てめえの所在ぐらいちゃんと掴んでんだよ。うん、そういうあんたこそ府警の刑事がどうして福岡にいるんだ。今この中洲街にな、近江の若頭の渡瀬が来てるんだよ。何？近江の若頭がどうして福岡に？近江の七代目が危篤だって話、お前知ってるか？話には聞いてる。近江の七代目が死ねば東条会との五分杯がなくなる。そうなりゃ下手すりゃ戦争だ。だから東条会の連中は焦って各地に飛んで回っている。福岡には堂島自らが話をつけにやってきたわけだが、渡瀬はそれを阻止しにやってきたわけだ。阻止ってことは近江が東条会より先に杯を交わすということか。さあな、別に奴らにとっちゃ東条会と山笠組が手さえ結ばなきゃいいだけの話。自分たちの言うこと聞かなきゃ山笠組を潰すぐらいの腹積もりかもしれねえ。そんなわけで今この中洲街は日本の裏社会において最も危険で最も重要で最も注目される場所になりつつある。当然東条会の奴らも近江の渡瀬が福岡入りしたことは知ってるはずだ。そうだったのか。まさか大吾を拉致したのは。うん、近江の人間、そう考えるのが自然だな。堂島大吾が掲載すりゃ杯交渉は進まない。もし東条会が会長代行を立てたとしても堂島大吾の身柄さえありゃどうにでも話を運べるだろうからな。で、あんたはそんな話をしに俺に会いに来たというのか。まあそう焦るな。いいか、本題はこっからだ。東条会に堂島の警護を任されたチンピラ二人組がいたろ。確か森永と相沢って言ったか。あいつらがどうした？あの二人の動きをあんたに止めてほしいと思ってる。なんだと？堂島大吾が渡瀬組に拉致されたとあれや、あの二人が勝ち込むのは目に見えている。そうなりゃそれを口実に近江連合は東条会に向こう正面切って戦争を仕掛けてくるだろうよ。大戦争が始まるってわけか。だからあんたには奴らよりも先に渡瀬んとこ行って話を丸く収めてもらいたい。どうして俺なんだ？俺はもう東条会の大門もなければ極道でもない。だからだ、その方が都合いいんだ。今回の一件、間に入るとすりゃ裏事情に精通していて裏社会に顔が利く、どの組織にも属していない人間しかいない。つまりあんたが一番の適任者だってわけだ。それにあんたえれえ強えって話だしな。警察が動けばいいだろう。バカ、近江の大幹部を逮捕するなんてことになってみろ、それこそどんな事態になるか分かったもんじゃねえ。ここは何事もなく穏便に済ませるのが一番なんだよ。あんたの狙いは何なんだ？大阪府警が本庁を出し抜いて今回の事件を収めたら、これ以上あちらに兵庫らしなくて済む。あんたも知ってるだろ、以前府警の女でかと
どこぞの極道が仲良くなっちまったおかげで府警四課は表立って動けなくなったんだよ。この一件で府警が対極道の要だということをアピールする必要があるんだ。なるほど。理由はどうあれ利害関係は一致しているということか。でどうするよ、やってくれんのかい。私は今どこにいるんだ。クラブで組の幹部連中と楽しく飲んでるはずだ。確かオリビエって店だったかな。オリビエってあの、知ってるのか、うん、ならなおさら都合がいい。今回の一件であんたがいくら暴れてもあんたが苦労して掴んだ仇の仕事は奪わない。当てにしてるぜ。じゃあな。渡瀬という男に話があってきた。なんやと？我どこの組のもんや。どこの人間でもない、ただのタクシー運転手だ。タクシーのうんちゃんやで。なんやこいつ、ごっつおもろいわ。おう、親父なら今戻ってきたとこや。酒チーと飲んだだけで腹壊すさ、人間終わりやな。ほな飲み直そうか。親父、何やタクシーのうんちゃんが用あるみたいですわ。はあ、まだ向かいのタクシーなんか呼んでへんで。何やおぬかしとんねん。それが普通のタクシーのうんちゃんやないみたいなんですわ。ああ、ほう、こらはけったいな運転手さんのお出ましやな。自分らもよう顔を拝んとき、これがあの伝説の男、元東城会四代目会長桐生一馬はんや。おう、コラ君、自己紹介遅れました。
わし7代目近江連合で若頭させてもろてます。直参渡瀬組組長の渡瀬勝っちゅうもんです。よろしゅう。お前が渡瀬。いやいや、しかしまさか桐生藩の方から会いに来てくれると思ってませんでした。どういう意味だ。どうって備えなん決まってますやん。わしらが福岡組んだりまで来たんは桐生藩あんたに会うためです。何バカなこと言ってんだ。早いとこ大吾の居場所を教えろ。はあ、居場所って。そないなんは登場会の人間捕まえて聞いたらよろしいわな。とぼけるな。お前らが大吾のことを拉致したんだろう。登場会と山笠組の杯を壊すために。登場会の六代目が行方不明やと噂には聞いとりましたけど、それほんまやったんですか。ちっ、とぼけるのも大概にしろよ。こっちも遊びできたんじゃねえんだ。なるほどなるほど、だんだん話読めてきましたわ。キルハン、ほんでここへ来はったっちゅうわけですか。あんた、わしらが堂島さらったと思ってるわけやな。動機は十分だ。いくらちゃう言うても納得してもらえる雰囲気とちゃいますな。当然だ。ええ顔や。いくら正体隠して生きとってもわしには見えてますせ。あんたの背中の竜が目輝かせとんのが。おしゃべりはいい、早くかかってこい。まずは腕試しや。堂島の竜がなんぼのもんか試させてもらいますぜ。おっしゃ、踊るな遠慮いらん。殺す気で言ったれ。さすがや。そこそこの腕利き連れてきたつもりがこないあっさりやられてまうとは。まだ腕は落ちてへんようですな。さあ本当のとこ話してもらおうか。何の話でしたっけ。ふざけるな。大吾の居場所だ。お前も極道なら潔く口を割ったらどうだ。怖いな。そない怒らんでもええですやん。時間もたっぷりあるんですし。うん、これや、これにしようか。おう、じゃあ兄ちゃん、この一番高い酒持ってきて。さあ、キルハンもこちらに酒の一杯くらいおごらせてください。
どないしました？さあお座りください。お待たせいたしました。こちらでよろしいでしょうか？おう、これはほんまに一番高い酒なんか？はい、そうですが。ええから早よかせ。こうして憧れのキルハンと飲めるんや。せめてこんくらいの酒やないとわしの顔潰れてまいますさかい。さ、キリュウハンもどうぞ。ずいぶんなご挨拶でんな。俺は一人飲みが専門でな、あいにく他人と飲む酒は嫌いなんだ。そうでっか。そらちと聞いてた話とちゃいますな。何の話だ？3日前でっか。あんたこの店で自分とこの社長さんと楽しい酒飲んどったらしいじゃないですか。うん。せやからこの店やったら一緒に飲んでくれはると思ってたんやけどな。がっかりですわ。ちょっと待て。お前どこでその話を？わしの大門違いの兄弟分、東条会本部長、会長秘書の青山実からですわ。青山だと？青山は堂島会長の秘書です。つまり堂島会長が知っとることは青山も知っとる。当然あんたがこの町におることも青山は知っとったっちゅうことになります。あんたは最初から青山に目つけられとったんですわ。変な動き専用にね。これで少しはこっちの話聞きとうなったんちゃいます？さあお座りください。話してもらおうか、青山との関係について。わしとあの青山っちゅんは一年ほど前杯交わしましてな、大門違いの兄弟分ですわ。だが確かお前は近江の若頭、青山は東条会の本部長。格が違いすぎる。まあわしも最初はあないな下っ端と杯交わすんやなんてヘド出るかと思いましたけど、七代目の勧めでしてな、断りきれんかったんです。そこまでして近江の七代目は東条会との抗争を避けていたということか？その通り。仕方なしの政略杯っちゅうわけです。でも七代目がああなった以上、わしもこっから先は好きにやらさせてもらうつもりです。じゃあお前は裏で青山と内通し、最初から大吾を消すつもりで福岡に来たということか？それはちゃいます。わしは青山から桐生藩の情報を聞いたまでです。堂島会長の件には一切関わってまへん。お前この後に及んでまだそんな嘘？嘘ちゃいます。わしはあんたが福岡におるっちゅうことだけ聞いて福岡まで来たんです。それ以外の目的なんかおまへん。じゃあ聞くが、どうしてそこまでして俺に会う必要があったんだ？お前の目的は近江の八代目の座だろう。俺に会ったところで何一つ優位に働くことなどないはずだ。分かっとるまへんな、キルハン。わしは後目争いなんか興味ありまへんのや。わしの興味はもっと先、自分が八代目になった時に起こす東条会との大戦争のことだけですわ。なんだと？八代目なんぞ何もせんでも転がり込んできますわ。わし以外近江の跡目になれる男などおらん。それよりわしが八代目になった時、東条会のトップに誰が座っとんのか、そっちの方が重要なんですわ。
何を言ってるんだ。搭乗会のトップは今も後も第五で変わらない。それが問題なんです。あないなボンボンがトップの組織戦争するに値せん。もっと他にトップに立つべき人間がおるでしょうが。何が言いたい。そう、大宮は五代目ゴーダジンの時代からただの一度も搭乗会に勝てへんかった。兵隊の数も資金も力も大海の方が勝っとったはずやのに、なんで。ずっとあんたがおったからです、キリュウは。関西最強の男ゴーダ龍二が仕掛けた戦争の時もそう。あんたは引退した身でありながらたった一人で大海の関東侵攻を食い止めた。それだけやない、搭乗会が跡目争いやないふんやらで崩壊しかけとった時も大海は指くわえて見とるしかなかった。それも全て事件の先に桐生一馬という男がおったからです。それは違う。搭乗会を守ってきたのは大吾だ。俺は自分のやってきたことにけじめをつけるために力を貸したに過ぎない。それです。それがあんたの立ちの悪いとこです。どういう意味だ。見栄もなければ欲もない。そんでもその行動すべてに花がある。せやからその花の匂いを一度嗅いだもんは皆あんたの幻影を追い続ける。きっと堂島大吾もその一人なんやろな。五択はもういい。結局のところお前は俺に会って何がしたかったんだ。覚悟決めてもらおう思いましてな。搭乗会への復帰のね。なんだと。わしにとって搭乗会は全国制覇のため避けられん敵や。ちゃあけど今の搭乗会は倒すに値せえへんゴミの寄せ集めにしか過ぎん。わしがあの関西の龍ゴーダ龍二を超えるためには周りが納得するような足跡を残さなあかん。そのためにはあんたという明確なライバルが必要なんですわ。せやから何としてもあんたには搭乗会に復帰してもらう。その話するために福岡まで来たわけです。納得していただけましたやろか。どないしたんですか。まだ話途中ですやろ。どういうつもりですか、キルアン。話は分かった。つまり俺を搭乗会に戻すためにお前が大吾をさらったということか。話は分かったって全然分かっとりゃしまへんがな。堂島大吾がいようがいまいがそないなことどうでもええ。わしにとっちゃあんたがここにおることのが問題なんや。もし今堂島が死んだら搭乗会は内部崩壊するだけや。死に体の敵と戦うて何が戦や、何が極道や。わしにとっちゃ喧嘩が全てや。金勘定ばかりし腐っとるふぬけの連中とはちゃう。わしは強いやつと喧嘩しそうで薬剤になったんや。せやから搭乗会には強くなってもらわなあかんねや。今堂島大吾が死んだらわし以外の大海のやつでも潰すことができてまう。そないな搭乗会わしは困んねや。お前、わしにはわかる。本心はあんたも常に戦いを求めとるはずや。もうカッコつけんのやめましょうや、キリュウ。ヤクザは所詮ヤクザ。わしは今のあんたが退屈そうに見えてしゃあない。搭乗会に戻ってください。
そんでわしと思いっきり喧嘩楽しもうやないですか。どないしました？もうお帰りですか？勘違いするな。ん？俺とお前は違う。お前の極道は死に様、俺の極道は生き様だ。どういう意味ですか？同じ道でも死に向かって戦うのと生きるために戦うのは違うということだ。いずれわかる。ほう、そら楽しみですわ。